考察書かしら。先生、いただいた課題を終わらせました。素晴らしいわ。暮らしの中にある植物への理解が深まったなら嬉しいんだけど、私なんてもう草花の虜よ。昨日は肥料いらずの低木やブルブル震える木の剪定をずっとやってたの。日が傾くまで時間が経ってるかどうかもわからなかった。植物が育つのを見るのが好きだけど、生徒が成長する姿を見るのはもっと好きなの。じゃあフリペンドを覚えましょう。顎を上げて、握りは軽く、手首の返しが大事よ。さあやってみて。この呪文には集中力が必要よ。植木鉢を動かそうとしただけなのに、間違って同僚を突き飛ばしたりしたくないから。見事な出来。フリペンド。